そのうまくいくコツは努力じゃなくて自分がどこに向いていてるのかなんだよ分かる自分がクリエーターとして何をマニフェストしたいのかなんだよ人類が何をアルケミーをするのかなんだよ人類が何を選ぶのか何をこれから作っていくのかっていうことなんだよそれをみんなで考える時期なんだよね今「生まれてきた」 コチーさんから、えー、とコメントをいただきました、えーと。クリスさん、こんにちは。私は今、就職活動を行っています。コロナの影響で、漢字ありがとうね。本当に。漢字僕苦手なんで助かります。えー、とコロナウイルスの影響で、採用が中止になり、気持ちを切り替えて向き合っていますと。と、うん。で、えっ、ー、と、しかし、 うまくいかないことも多く不安が募り前向きに頑張ることが辛く感じますそんな時、えー、とクリスさんはどう乗り越え気持ちをコントロールしていますかプライベートな質問ですみませんえっ、ー、とこれすごいいい質問だなって思いましたでコロナの波っていうのがあると思うんですよねさっき今コロナの話ちょうどやったのですごいいいタイミングなんですけれどもコロナの波動 コロナの目的っていうところにフォーカスするコロナの意識っていうかでコロナがどうやって人類を手伝っているのかっていうところも考えるといいと思うんですよね個人的にで僕これは本当にプライベートでお答えしているんですけどこないだあったのは僕は本当にあの今あの子育てをやっていてあのちょっとジョークみたいに僕の仕事はパパだよって言っているんですよね。 僕は今あのパートタイムで自分の仕事をやっているような感じなんですよ正直言って時間も、ね、でなん,かそのなんか僕がここのアメリカにいて努力してもなんかうまくいかないんですよねで何が起こるかっていうと僕がもっと働きたいもっと努力したいもっとバリバリ働きたいっていうところをやろうとすると何が起こるかっていうとえっ、ー、とこの ううまくいいいかないっていうのが起こるんですよね例えば何が起こるかっていうと家の中がすっごい片付けが必要になるとかもう本当に半端なくなぜか分かんないんですけど新しいものが入ってきたりとか何か引っ越しみたいな,なんか部屋,の部屋の中の引っ越しみたいなのが入ったりとかであと赤ちゃんんもいるんですよねだからなんか頑張りたいんだけど今赤ちゃんを寝させないといけない。 で奥さんがどっか別の用事があっているから,だからどんなに頑張ろうとしても前のようにコロナの前のようにバンバン働くっていうことができなくなったんですよ私の場合は。でその代わりで僕はこれ本当にこの間あの自分の赤ちゃんがね あのこうやってなんか泣いてて大丈夫だよって言って抱っこしてこうやってあの一緒にベッドであの9ヶ月の赤ちゃんと一緒に寝てたんですよでこうやってそうしたら赤ちゃんがクーとか言って本当にこうやってありがとうみたいな感じで来るわけですよこうやってクー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 赤ちゃんが寝てるのねで僕は一瞬怒ってたのよなんでこんなこと赤ちゃんがやんのってこんなこと僕ねえ働いてるべきじゃんこんな午後午後2時から ここんなととやってたらダメだよとか自分で,怒ってたのにでも僕は考えたらいやちょっと待ってこれお金払っっててもやりたい人い人るんだよってこれ仕事しないで自分の子供を寝かせる9ヶ月の子供を寝かせるなんて奇跡なことなんだよって言って「そうだ」って言ってでそれで仕事もうまくいっているんでしょって「そうだよ」って言ってこれ夢が叶ったってことじゃん。 みたいな感じで自分の頭のフォーカスをもっと働かないといけないっていうところから今を今がゴールなんだ,だから今が成功の後のゴールなんだ今ゴールにいるんだっていうことにシフトしたんですよねでそしたら何が起こったかっていうと自分の幸せ度がめちゃくちゃ上がったのねで本当に何て言うのかな幸せでなんかおやっとパパになれたのよ本当のパパにね だからこうやってコロナの影響でなんか頑張ることができないなんか行動ができないっていう時はぜひですねそ,のそれは多分コロナの影響だと思うんですよでそのコロナが,コロナがねみんなそんなに頑張ってくるくる回って地球を壊したり自分を凝らしたり人を大切にしないっていうのはやめてって今ちょっと休んでってで休んでもうまくいくんだよってねっ そのうまくいくコツは努力じゃなくて自分がどこに向いているのかなんだよ。わかる自分がクリエイターとして何をマニフェストしたいのかなんだよ。人類が何をアルケミーをするのかなんだよ。人類が何を選ぶのか、何をこれから作っていくのかっていうことなんだよ。それをみんなで考える時期なんだよね、今。 だからコロナの影響のおかげで前より努力できない前より頑張ることができないっていうのが絶対来ている人がいっぱいいると思いますそういう時はもうしょうがないからね愛を持って信頼してね大丈夫って自分に言って子育てにフォーカスするね自分のなんか自分と一緒にいる時間にフォーカスする自分をリラックスするっていうところにフォーカスするの でもしそんなことをやったら自分が潰れちゃうよ悪くなっちゃうよって言ったら大丈夫だって、ね、それがまた大学受験生のここ君が言ってるわけよその大学受験生の君はこの問題クリアしても絶対また次の問題を見つけてくれるのよね今すごい連続でスーパーチャット来ていますありがとうございます <laughs> 寝違えて首が痛いよ。でも気持ちはハッピーだよね。ありがとうございます。レイコさん。えっ、ー、と、チエさん。えい、Thank you.Thank you for your super chat. えっと、エリさん。やりたいことはいっぱいあるのに、自分への不信感が邪魔して行動につない多いです。どうすれば自信が持てるようになりますでしょうか。うん。だから、じこれも全く同じようなポイントなんですけれども、まず、まず、今いる自分の 今いる自分の場所の中でもしうんちくんがいたらわかる不信感がいる熱い恐怖冷たくなる恐怖、ね、寂しくなっちゃう恐怖お金がなくなる恐怖、ね、幸せになれない恐怖全部恐怖なのよだからとりあえずそれ人生の中で全て低い波動だって低い波動が悪いっていうことじゃないからね これあのピアノみたいな感じでこっちが低くてこっちが高いピンピンピンボンボンボン同じピアノだからねだから怖くないわけよでこれにスペースを上げると浮かんでいくんだけどそういう感じでね自分のムード自分にとって大切なことに頭をフォーカスをスイッチするようだみたいに自分で問題を解決しようとしないの。 任せちゃうのある意味。信頼しちゃうの。だから自分の人生を信頼しちゃう勇気が必要なのね。で、自分の人生を信頼してうまくいきたいんだったら自分のムードが自分の波動が高いともっといいことが起こるのね。勝手に起こってくれるのよ。勝手に起こるの。自分のムードが低いと勝手に悪いことがもっと起こるのよ。 これを気づいたら、行動が大切っていうのもあるんだけど、それより大切なことは、自分のムードを上げることなんだよね。ね。でそうすると、自信とかもついてくるのね。で、これを何回かやって、本当に大丈夫なんだって、実際に人生が自分を見守ってくれてるっていうことに気づけるようになる。 プラス自分がネガティブなマインドの時に人生が悪くなんだっていうのを気づけるようになるそれをウィッネスそれを証拠として自分の経験で見えるようになるプラス自分のムードがいい時に自分の人生にはもっといいことが起こるんだっていうのを証拠が見えるようになるともっとわかりやすいんだよねでそうするとああ今この問題が来たああ不安だって思ったらああ今不安だとりあえず別のところにフォーカスしてベイビーヨーダーにフォーカスして自分のムードを上げようって言って自分のムードを高めて そうすると別の視点から問題に見ているからもっとシンクロ的な答えが出てきたり実はこの問題は問題じゃなかったよっていうことが分かるんだよねあの。よくあるでしょ会社でなんかこれやらないといけない宿題でなんかこれやらないといけないみたいな会社でこれやれこれやれって言ってあっちパニックしたんだけどすっげえ不安になってもう何日も何日も寝れないみたいな感じででもそのプロジェクト自体がドタキャンになったとかこれ心配しなくてよかったじゃんとかあるよね。 ライアン・ジョンさんがね、えーと、自分を信じ、自分の人生にかけてみます。自分を信じると、今もこうして書いている自分に祈っている感じです。そうそうそう。もし、さっき瞑想をしていた時に、人に愛を送れっていう時に、何人かが本当に愛が戻ってきたっていうのを感じることができたじゃん。そうやって、自分にお願いして、自分の人生にお願いして大丈夫だよっていうこと、うまくいくようにって言って、 で、今度、祈ったある後にすぐには変わ、すぐに変わる時もあるよ。でも、3日間ぐらいの時間はあげてね,ね、この問題が解決されるようにって、で僕はちょっとヨーダにフォーカスして、幸せでいます。本当に良くなるようにって言って、で、今度、不安くんが出てきて、何言ってんだよ、もっと早く解決しないといけないじゃこの問題がでかなんでこの問題が、もんだもんだもんだ、目の前に問題があるの、気づいてくださいみたいな感じで不安くんが出てくるんだよね。 ね、でそうすると何、祈ってんだけどうまくいかないじゃん。祈ってんだけどうまくいかない。なんだよ、このハイアーセルフさん、ないじゃん。何言ってんだよ、人生大変なんだよ。そんな、ね、問題は自分で解決しないといけないんだよ。人生は大学なんだよ。人生は大学の受験なんだよ。次の問題をクリアしないと、あーってなっちゃうわけよね。でもそうじゃなくて、お願いしたら、3日間は待ってあげて。でそれを待てる p a t i e n っていうスキルだから。 ね生まれてる時からついてないんだよね待つ機能って言うんだけど待つ機能を育てる瞑想の機能みたいにね待つ優しくなるっていう機能みたいに待つことを育てる問題君がファイン君がーって言うんだよね正直言ってもう本当にねこうやってね ね、なんかね、ベイビーようだと話してるんだけど、ダースベイダーが飛んできてさ、ダースベイダーがあなたには問題がある、もっと悪いことが起こる君は知らないのかみたいな感じで、ね、ストーム・ツルーパーが来てさ、燃やしてやるぜみたいな感じで、ブワーとか自分の人生に火つけてね、問題を大きくしてダースベイダーがハッハッハッ、あなたの心には問題だらけだハッハッハッ、って言ってくるんだよね。だからそうならないように何をしないといけないのかっていうと、この大丈夫。 よくなってねって言って自分はこの問題を一瞬下ろしてでお花とか子供とか赤ちゃんとかベイビーオーダとかかわいいところにフォーカスして自分の波動を高める自分のムードを高めるでそうするとまた何言ってんだそんな甘い話はないぞちゃんと問題にフォーカスしろってで特に会社の問題とか会社の人たちもそう思ってるから一人このダースベイダーが100人ぐらいいるんだよねもっと問題にフォーカスしてくれって、ね、でも そうやっているとその問題をクリアしてもまた次の問題でまた同じことが起こるんだよねだからそのループから外れたいんだったら自然の法則自然のリアリティの生き方人間も自然だからねどんなに頑張っても僕たち自然をやめるいつも自然の一部だからねその自然の流れとうまく乗ることダンスしていくと変わってくるんだよねで自分の人生のコロナが今教えてくれる大切なこと例えば子供と一緒にいる時間 休むこと、人生を楽しむこと一生懸命頑張れ頑張れっていうことは成功じゃなくて子供と一緒に過ごせるのもすごい成功なんだよね,ね自分の恋人と一緒にいることも成功なんだよね自分が好きな本を読むっていうのも成功なんだよね自分が見たい映画を見,見るっていうのも成功なんだよ愛なんだよいろんなその成功の社会的なお金の成功高級ベンツ高級車高級の ビル社会的な成功っていうよりじゃなくて本当の成功っていうのを今教えてくれるのねそれはみんなで成功するのみんなでお金持ちになっていいみたいな気持ちその戦争がなくなるとか水があるとか地球を壊さないとかねそういう自分が成功そのコストは他の人が沈んでも自分が成功すればいいっていうこの幼い幼い考え方を 外していって本当の成功っていうのは10億円稼ぐことじゃなくて、ね、本当の成功っていうのは人類がみんなで成功するっていうのが愛の成功っていうのが本当の本当の僕たちのハイヤーセルフっていうか心が望んでいる本当の意味の成功なんだよねでみんなそれを望んでいるんだよ波動的に、ね、だからそれに僕たちの心のアライメントを合わしていくっていう形です